草むらの中にヘラオオバコの実がこんな伸びてる。すごい美味しそう。新芽いただきます。ほら、これがヘラオオバコの葉っぱ。葉っぱもいただいちゃおうかな。よいしょ、美味しそう。これよいしょ。そして穂先がこれも花がよいしょ、花が咲いちゃってね。これはヘラオオバコもお酢で消毒、5分ぐらいつけときます。取ってきたロケット、野生のロケット、炒めます。生姜と大玉ねぎ麹を入れます。どのぐらいのちょっと塩加減かわからないので、味を見ながら。ここによいしょ、続けてヘラオオバコも入れていきます。適当にちぎりながら。よっしゃ、できました。ではいただきます。まずはこっちからね。ロケット、野生のロケットね。うん、炒めても美味しい。なんだ、空心菜みたい。大根葉みたいな程よい苦味。発酵玉ねぎ麹がほろ苦さと甘さで、生姜と合うね。でこっちヘラオオバコ、日本のオオバコの平べったい版。本当にこれマッシュルームの味なんだよね。ただもう油でさっと炒めただけだけど、油との相性がすごくいいので、この植物を目に入れずこう味だけこう感じたら、キノコみたいな味なんだよね。うん、おいしい。でこのパンは私が焼きました。これも私のパンの先生の YouTuber うまいラボさんのレシピです。おいしい。これ粉をね、ちょっと古代麦を使ってみたので、エピュートルっていう、もっちりして美味しい。今日も全部お手製。こっちゃん、ちょっと田舎の方に行ってきたら、なんとこんなにいっぱい入ったキノコ1ユーロでした。じゃじゃん。傘が開いちゃってるから安いんだと思うけど、でも全然キノコ的には大丈夫なのでね。ここにいっぱい土がついてるので、これは洗わないで、まず先にバーッと取ってあげて、あとキッチンペーパーとかで拭いてあげようかなと思います。こんなにいっぱいあるから、半分は乾燥させようかなと思います。全部拭き終わったんだけど、結構まだ中に砂を噛んでる感じなので、干し椎茸にするから、まあいっか。結構肉厚で美味しそうな。これを乾燥用に切っていきます。でっかい方のシャンピニョンドパリはこうやって全部スライスして、これから新聞紙とかに広げて乾燥させます。でこのちっちゃい方はこれからちょっと食べようかなと思って切ってるんですけど、手でこうやってね、さっくりさばいて、ちょうどいいくらい、食べやすいくらいの大きさに。石突きもね、どうしてもこのシャンピニオン、ここが開いちゃうと、こうやって中が黒く見えてきちゃうと、もうほとんどあのシャンピニオンのいい香りが飛んじゃってて、だからまあ安かったんだろうと思うけど、でもまだね十分食べれますからね、美味しくいただきたいと思います。でさっきちょうど森に行って、野生のロケットだったり、ヘラオオバコ、ヘラオオバコとか、まあこのハーブとか食べれるので、一緒に炒めてみようかなと思います。
ではまずキノコから炒めます。でさすがにやっぱりこう食べるのに砂が噛みすぎてたので2回ぐらい水の中でシャバシャバっと洗いました。本当はね絶対に水で洗っちゃいけないんですけれども、まあ今回のキノコの場合もうかなり香りも飛んじゃってるので水で洗いました。でそして今日は、森でこのヘラオオバコの葉っぱとこの芽を取ってきてるので、これがかなりこのシャンピニオンの味に近いのでこれで香り付けができるかなと思ってます。でここにですね、じゃじゃん、これが玉ねぎ塩麹なんですけれども、結構もうつけてね、何ぐらい経つのかな、もう3ヶ月以上は経ってるんだけど、最初のうちはすごい苦くてもうこれダメかなと思ってたんだけど、しばらくほっぽって冷蔵庫に入れてたんだけど、玉ねぎの水分だけなので、水分がだから腐る要素が全くないので、だから塩と麹と玉ねぎの水分だけだから余計美味しくなってるのね。すごい味がまろやかになってて、うん、立派な調味料、すごい美味しい。なのでこれをお塩代わりにちょっと使います。最初のうちはすごい苦くてどうなることかと思ってたけど意外といけましたね。ちょっと味見してみようかな。めちゃめちゃうまい。やっぱこれ絶対作るべきだと思う。まあたまにこうやってかき回さなきゃいけないんだけど、お味噌と一緒でなんだろうな、どん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 いい感じで発酵して美味しくなってる気がするので、うん、これはいい調味料だと私は思います。なんだろう、自然なブイヨン、和風なんだけど、なんだ洋風ブイヨンみたいな感じですね。さあさあ、そうこう言ってる間に水分が出てきたので、このシャンピニオンの香りを倍増させるためにヘラオオバコの香りを入れます。これだけでも美味しそうだけど、どうしようかな、これはこれにするか、これはこれにして、こっちはまた別で炒めようかな。米麹で作った醤油麹、よいしょ、ちょっとだけ。なんかついついねこうキノコの汁とかが出ちゃうと片栗粉で閉じたくなっちゃうんだよね。まあこのくらいにしておきましょうかね。よしと、出来上がり。ではもう一品も、これも玉ねぎ麹と醤油で味付けしていきます。このソースと卵、わらびを取ってきたって友達に言うと、みんな口を揃えて卵とじ美味しいよねって言うんだよね。でも私卵とじで食べたこと一度もないので、本当に美味しいかどうか食べてみようかなと。だいたいつくだ煮だったり煮物だったり酢の物だったりで食べるんだけど、卵か、まあ油で炒めたら美味しいよね。ここに玉ねぎ塩麹をちょろっと、じゃあ味付けはシンプルにこれだけにして、火が通ったのでめんどっちいのでもうこのままいっちゃいます。まあ、とりあえずこれでちょっと味見てみます。なるほどね、でも美味しい。このぬるっと感に卵のこうタンパク質な感じが美味しいかも。このわらびを煮浸しにしてから卵とじにした方が美味しいかもしれんね。この玉ねぎ塩麹でも十分出汁が出てるので、玉ねぎ塩麹で煮ん玉ねぎ塩麹でんなんで麹って言えないの、玉ねぎ塩麹でちょっと煮浸しにして卵でとじたらいいのかもね。出来上がり。ではいただきます。あ、でもこのままでも大丈夫だ、うん、味が染みてきてる。
玉ねぎ塩麹すごいな、おいしい。わらびうま、皆さん大正解、確かにうまいわ。結論、わらびの卵とじ、おいしいレシピに入れます。この安かったシャンピニオンいただいてみます。もうきのこ何したって美味しい。本当にね、この玉ねぎ塩麹ね、万能だわ。立派立派、美味しい。さて、じゃあこのヘラお箱、シャンピニオンの香りがするので、この味の抜けたシャンピニオンと一緒に、香り倍増かも。ちょっとこれと一緒に食べてみるか。これと一緒にきのこと、こっちの方がね、なんかきのこ臭がすごいんだよね。それと一緒に食べてみたいです。めちゃ深みが増すわ。美味しい。これ本当に美味しいんだよね、このヘラオバコの頭。これね、面白い形ですけどね、こっちの葉っぱと混ぜなくてよかったわ。別にしてよかった。美味しい。キノコの味がすごいグッと引き立つ。これの3倍か、これの3倍で1色だったんだから嬉しいよね。ありがたい。いただきましょう。苦いって、大根の葉っぱの苦さね、こいつのおかげで、玉ねぎ塩麹のおかげでぐっと味がまろやか。まあヨーロッパの人はこれどう食べるかわからんけど、まあ、私がアジア人でこう和の味って思ってるから合うなって思ってるだけなのかもしれないけど、醤油とかね本当によく合うんだよね。ちょっとご飯炊いて夕飯にします。